はい、どうもいつもどうもお世話になります。57歳おっちゃんのゆるいガレージライフ動画の時間になります。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。それでね、今日はねサニトラでねちょっとドライブ楽しもうかなと思ってます。それでちょっと前にサニトラのね総集編ということで、オーバーフェンダーつけたり、あと塗装がダメだって塗装を剥がして。それで全塗装にチャレンジしたり、あと公認車検にチャレンジしたり、車庫帳を入れたりとかね、いろんな総集編をねアップしたところ、たくさんの方にご視聴いただき本当にありがとうございます。感謝でいっぱいでございます。それで今日はね何をするかって言ったら、もうサニトラでね乗ってね遊ぶだけなんですけど、途中ね月に一度のね私がやってるボランティアバイパスの清掃活動、もうこれ十何年、続けてるんですけどね、それにも途中参加して、バイパスで拾ったゴミをねこのサニトラで運ぼうと思ってます。今日メインはねもうサニトラ走るとかね、そういうだけの動画になりますけどね、もしよろしければ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。とりあえずね私の好きなルーティン、ローソンコーヒー買いに行ってきまーす。うっす。では行ってきます。おっす。はい、ローソンコーヒー買ってきました。よいしょ。はい、これでねちょっとね今からね一度帰って、それでボランティアねバイパスの清掃活動する用のゴミとかゴミ袋とか、あとこのカルー道具とかねサニトラに積み込みして、皆さんを待っとこうと思ってます。おっす。はい、今日ね、作業に使うのは、このハサミと、それとスコップとゴミ袋になります。ちょっと休憩します。おうす。それでねこのねサニトラと出会って、本当にね昭和の車でまた旧車が大好きになってね、乗り心地とかねめっちゃ悪いんですよ悪いんですけどね、なんて言うたらめっちゃ味があるんですよ。それですごく足回りがいいとかそんなんでもないんですけどね、この乗った時のこう感覚っていうかフィーリング、これがねもうめちゃくちゃねなんかフィットするっていうか、これ絶対ねレクサスとかあんな、そっちのハイエンドの車の方が乗り心地とかはもう絶対なんですけど、やっぱりね近所ねうろうろ遊ぶのはね旧車めっちゃ楽しいです。もうキャブのサウンドとかねもうめちゃくちゃ楽しいです。はあ、それでこのコーヒーもうねコンビニでね100円で買えるようになってね、もう私にとってコーヒー好きにとってはねこれはねほんま天国です。取ったぞもう一回、はい、ポーズ。これ動画でしたわけです。帰ってまいりました。これがね私のこれ第3日曜日の朝のルーティンです。朝はね、ローソンコーヒー片手にコーヒー飲みながらみんなが来るのをこうね待って、でそれから地域のボランティア1時間ぐらいゆるいね、ボランティアをして帰ってくるという、これがね第3日曜日の私のルーティンでございます。まあこのようなねゆるい動画に、今日は最後までお付き合いいただきありがとうございます。またそれとサニトラのね私のこの改造箇所とかはね総集編も作ってますので、そちらの方でご覧ください。それでねまあこんな緩い動画ですけどね、よかったらいいね高評価してやってください。それとまたこのマイヤナン活動もね、毎月やってますので、もしよかったら一緒に誰か参加しませんか。自由参加です。まあそんな感じでね今日も最後までご視聴ありがとうございます。また明日の動画でお会いしましょう。さようなら。おー、サニトラでした。